インサイド懐に投げ込んできました。松井裕樹調子は今一つの内川、それでも打率は3割1分9厘あります。ランナーは2塁と1塁にいます。外野はやや浅め。引っかかった、後ろに後逸しています。後ろに反らしています。さあこれで1本出れば2点というような状況にもなっています。3塁と2塁にランナーがいます。内川が打ちました。松井裕樹ツーアウトから打たれました。まあ先ほどのね、ワンバウンドありましたけど、はい、もうあれでね、ストレート投げざるを得なくなったんですよね。あ、はい、まあそこを逃さなかった内川選手ね、さすがですね。そうですね、もうインコースの頭読んでましたかね。もちろん読んでたと思いますよ。そうですか、はい、うん、松井裕樹が打たれました。